状況です。上空少し雲がありますが日差しが見えています。国立競技場です。さあ兵頭がドリブルで中に、さあ6番のカウシュート戦後最多タイとなります6回目の優勝に向けて、まず国見高校が1点を取りました。キャプテン兵頭が切れ込んで、ね、右サイドから6番の川口でした。川口選手非常に長い距離ですよね、はい、ただここの兵頭選手ですね、これですね、はい、非常にうまくここかわしてですね、はい、入れ替わりましたけど、はい、このボールもいいんですけど川口選手長い距離を走ってですね、うまくミートしました。ダイレクトでね、右サイドの6番川口、この選手権初ゴールになります。ここまでアシストが4つあった右サイドのアタッカー川口がダイレクトで先取点を奪いました。まず国見高校1点を取りました。12番の原が出ていまして、この原も懸命のディフェンス、体を張ったディフェンスでまだ国見に1失点です。さあ兵頭が中に入れて平山が出る、16ゴール目を挙げました。国見2点目、2対0。今のプレーもですね、はい、平山選手がボールをですね自分から外に出して、その後ですよ、まあ、本当にスピードありました、出した後の速さですね、はい、これで平山は今大会初戦から決勝まで5試合連続ゴールの8点目。これですね、平山選手が自分からパスを出して、はい、その後ゴール目指してですね、スピードもありますよね。キーパーと1対1、一歩先に出た平山が決めました。もう一度兵頭からのボールです。このギリギリのところで、ね、落ち着いてます。はい、兵頭選手も素晴らしいボール出しましたけど ね、兵頭と平山のホットラインが成立しまして2点目を取りました国見高校。平山これで今大会8点目、3年間通算ゴール数が16ゴールとなりまして、あの市船北島の記録に並びました。イニングで体を入れました国見高校、8番の中村北斗前線へ、平山待っている、平山だ、非常に柔らかいですよねこのヘッドトラップはね。そして兵頭です。兵頭と平山のコンビ、兵頭が一旦下げて5番の上後、手前は4番の内藤です。平山が真ん中にいる、その平山に合わせてくるがヘッドでクリア、5番の上後、さあシュートを打つのかどうか、シュートを打っていった、体を張る12番の原、もう一度今度は向こう側6番の川口、宿用のディフェンダー体を張ります。今度は中にボールを入れてきた、平山待っている、平山落とした、ゴール前ヘディングシュート、ゴール3点目、決めたのは11番の渡辺和馬、平山が落としたボールを11番渡辺和馬が決めました。国見3点目を取りました。2年生の渡辺和馬、夏のインターハイでは得点王でした。この渡辺がこの選手権は2点目になります。いかがですか。いやもうね、平山選手と言ってみんなマークを敷き付けられるところをこぼれたところですね、はい、落としたところをうまく叩いてますけどもね、ゴール前で素晴らしいシュートをしました、はい、あの初出場で初優勝と言いますと、今から30年前、おっとまたこのボール、兵頭が抜けるか、兵頭が抜けた、長いボール兵頭に通りまして、平山がゆっくりとゴール前に上がっていきます。2人で挟み込みに行きます。さあこのボールフリーになっている11番の渡辺、11番の渡辺がゴール前、まだボールをキープしてシュート、なんと渡辺の個人に4点目、今日2年生の渡辺和馬2点目を挙げました。後半の24分4対0、シュート力ありますよね、今のワンステップで打ちましたよね、ゴール前で落ち着いているのも素晴らしいんですけども、やはりあのワンステップで左足で、素晴らしいシュートです。この渡辺和馬が選手権に入ってから調子が悪くて、準決勝の滝川第二戦の前には小峰総監督、そのスタメンから外そうかと思っていたそうなんですね。しかし今日の決勝戦では2年生この渡辺に得点、いやサイドネットですよ、本当にシュートのですね精度が高いですね、引くようになった、このあたりが成長だというふうに平山を称して話していました。ゴール前でですね、どこのポジションが一番点を取れるか、そしてどういった判断をしたらゴールに入れるかということが一
一番ですよく分かってるストライカーです。はい、その平山も今日は1得点、渡辺和真が2得点、先制点は6番の川内でした。クイのコーナーキック、ゴール前決まった。2番ディフェンダーの増永が決めまして、国見5点目。ついに国見高校5点目を取りました。後半の37分が揺れています。4万人を大きく超える、4万6000人を超える高校サッカーファンが見つめる国立競技場。さあまた平山か。平山は今度は自分で行く、一人抜いてシュート、通算ゴールが17点、歴代トップに立ちました。今大会9得点、1大会の最多得点記録に並びました。記録ずくめの平山のゴールでした。今の1対1から振り切ってね、本当に高さあるんで、高さだけではなくテクニックもあって、そしてこの後スピードですよね、はい、緩急の変化ですね。腹をかわしてシュートを打ちました。このゴール前の平山の強引さが今年、さあここで長い笛、国見高校勝ちました。2年ぶり6回目の選手権優勝、戦後最多タイとなります6回目の選手権制覇を果たしました。最後にこのメンバーで笑いたい、平山の高校サッカー3年間が最高の形で完結しました。